大阪国際癌センターは大阪府大阪市中央区にある医療機関研究所成人病を専門としている運営する地方独立行政法人大阪府立病院機構の本部事務局が敷地内にある病院は特定機能病院に位置づけられている大学付属病院以外で特定機能病院として認められているのは2013年現在本病院と 国立循環器病研究センター病院、国立がん研究センター中央病院、がん研究会有明病院、国立国際医療研究センター病院、静岡県立静岡がんセンターである。2017年3月までは、大阪市東成陸中道1-3-3にあった、大阪府立成人病センターであった。施設の老朽化が進んだことから、2017年3月に、 大阪市東成区中道一丁目から現在地に新築移転し名称も地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪国際癌センターに変更となった略称としては癌センターが広く知られているメスなど一度しか使用できない医療機器を複数の病院が滅菌し再使用していた問題が判明したのを受け大阪府立病院機構が調査したところ 同機構に属する病院において、推定契約4600件の再使用があったことが明らかになった。このうち、同センターでは435件の再使用が判明した。大阪府立病院機構5病院の名称変更、及び大阪国際癌センターの移転、会員について両機器の再利用大阪府立4。 病院で4600件朝日新聞2017年10月28日。ありがとうございます。